シビューはルーマニアのトランシルバニア地方南部の都市である。人口は17万人。シビュー県の県都である。ローマ人が建てた町カエドニアの近くに1190年にドイツ人の入植者によって設立された。1241年にはワールシュタットの戦い後、この地でモンゴル帝国軍によりトランシルバニア軍が撃退された。14世紀には 商業の中心地になった。1376年の書物に19のギルドに分かれた職人たちがいたことが記されている。トランシルバニアで最も重要な町になった。17世紀には西洋社会の東の端の町と考えられており、一時はトランシルバニア公国の首都だった時期もある。非常にドイツ色の濃い都市であったが、19世紀からルーマニア人の活躍が目立ってくる。 1860年以後、オーストリア帝国がルーマニア正教会を認可したことから、不死教座が置かれた。第一次世界大戦後、オーストリア・ハンガリー帝国は解体され、シビウはルーマニア王国に併合された。人口の大多数はルーマニア人であったが、ドイツ人とハンガリー人の大きなコミュニティを依然として抱えていた。ドイツ系の人々は、 その大半が1950年代から1990年代の間にドイツへ移住した。現在市内に残っているのは2000人ほどである。2000年6月30日から2014年12月2日まで、シビウ市長を務めたクラウス・ヨハニスはドイツ系であり、2014年12月21日よりルーマニア大統領を務める。2007年の欧州文化首都に選ばれた。 地名表示に再びドイツ語が取り入れられ、ルーマニア語との二言語表記になっている。2002年のシビウの人口はおよそ17万人であり、民族の構成はとなっている。大部分は正教会の一員であるルーマニア正教会の信者で人口の4%がカトリックまたはプロテスタントである。シビウは以下の都市との協定を結んでいる。ありがとうございます。